怪盗山猫、今回初めて刑事役を演じていますが、ちょっと前まで超極悪女やサイコパス役が続いたから真逆のタイプになるわけです。刑事役の桜は真っ当な人生を送っている普通の女性だから、演じていると不思議な気がしました。私にとっては新鮮な気持ちと新たな挑戦を楽しんでいます。とまあね、ドラマ開始当初に語っていたのが桐島さくら役の七尾。うん、まあ確かに昨年2015年はフジテレビ系のドラマサイレーンの立花からを演じて悪女イメージを完全に定着させたわけでね、そのことに関して自ら当時 JK たちの間で七尾の悪女役は半端ねえ、怖すぎる、怒らせたら刺されんじゃねと本当に怯えているという話を友人から聞いたとき、思わず心の中でやったって叫んだんです。悪女イコール七尾という役者の引き出しが一つ増えたから本当に嬉しくて泣きそうになりました。おう。で、ちなみにそんな七尾に関してコラムニストのペリー荻野氏は2月24日付のウェブサイトニュースポストセブンでこんな解説を。怪盗山猫を見るたびにハラハラしている。問題は七尾だ。このドラマの七尾は警視庁の刑事桐島さくら役。仕事については超がつくほど真面目で正義感も人一倍。しかし彼女は山猫を追う雑誌記者で、先輩の勝村のことが好きで、彼の前に出ると急に女の子モードに。彼が山猫の一味とも知らずこっそり捜査内容を教えてしまうのである。ん？七尾が女の子モード？何なのこの違和感。最初は何か裏があるのではと、桜のトレードマークになっているメガネの奥をじーっと見つめてみたが、どう見ても本当に恋する女の子モードなのである。なんたって七尾といえば今や天下の悪女女優。先日出演したしゃべくりセブンでも、悪女は演じて超面白い、好かれたくてこの仕事をやってるわけじゃないときっぱり、クリームシチュー有田哲平らにかっこいい一流だと感心されたばかりではないか。七尾は一時期小顔にこだわり、顔の張り治療をしたり、小顔になるからと親知らずを抜歯し、顔が腫れたままテレビに出たことがあったという。怪盗山猫で見ているのは小顔努力が実った美人刑事、間違った七尾ではないか。そう思うだけでハラハラする。いっそ双子で極悪の七尾が出てきた方がほっとしそうだ。なるほどね。うん。でもヒールだけでなく正統派刑事も OK っていうことになると、これからますます七尾重宝されそうね。うん。で、さてそんな怪盗山猫に今回もあの方からメールが。中村静香にはいつかチャーリーズエンジェルのようなアクション映画の主人公を演じてほしいと願ってしまう今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。何話のフォレストガンプです。怪盗山猫第7話、今回はついに都知事が失墜するという展開でしたね。それにしても亀梨くんと成宮くんのコンビが互いにわーわー言いながらもドラマの進展に大きく関わっていく様子は、古くからあるコンビものという映画やドラマのジャンルを思い出してしまいます。男性コンビの泥棒が主人公の映画といえば、1970年のフランス映画ボルサリーノを取り上げたくなります。二人の主人公となる泥棒を演じたのはアラン・ドロンとジャン・ポール・ベルモンドです。当時の二人はそれぞれ二枚目俳優として最も活躍していた存在であり、本国のフランス、そして日本でも大ヒットとなりました。二人の泥棒が手を組み、活動の拠点となるマルセイユでの勢力を広げていきますが、町全体を支配する巨大組織を敵に回してしまうという、まあありがちといえばそうなのですが、そんなことは気にならない面白さなのです。特にピンチに陥っても笑顔とジョークを振りまきながら切り抜けていく二人の主人公の名コンビぶりが絶妙なのです。加えてこの作品の日本語吹き替えが忘れられません。アラン・ドロンを野沢那智さん、ジャン・ポール・ベルモンドをルパン三世でおなじみの山田康夫さん、
というまさに主人公の役柄にぴったりの素晴らしいキャスティングなのです。今思い出しても二人の声優の掛け合いが頭の中に蘇ってきます。日本でもこの作品の映画ファンは多く、あそこがいい、ここがいいと未だに語り草となるコンビ映画の名作なのです。怪盗山猫もいよいよ最終章へ突入します。男性二人のコンビモノドラマとしてどのような語り草となる展開になるのか楽しみにしたいと思います。なるほどね。うん。ということで、何はともあれ怪盗山猫、最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。